京成グループは、京成電鉄株式会社を中核とし、運輸業を中心とする日本の企業グループである。千葉県、茨城県と東京都23区が主な営業地域となっている。京成電鉄本社ビル2018年3月31日現在、130社で、構成 BMK 推進運動を展開する。各社は、京、成グループロゴを用いることが多い。 広域展開は図られず、千葉県と隣都県に集中して展開する。グループ各社は、京成電鉄を核とした、資本関係、人事交流のほかに、業務交流が多々見られる。パスも接続サーバーの共有、タクシー配車センターの共同運営、鉄道電気部門の技術交流、沿線情報誌の乗り入れ、駅構内掲示物の共同作成などである。関東鉄道の鉄道車両塗装は、 旧京成グループ統一カラーデザインに近い旧京成グループ統一カラーデザインの高速バス車両下記の各社は K ・西グループロゴを用いていない。小港鉄道はもともと旧安田財閥に所属していたが戦時統制に基づいて京成グループ入りする。しかし1970年代後半から80年代初頭にかけ京成電鉄が経営危機に陥り、その際小港は 九十九里鉄道と株式を持ち合う形態を取る。ウォルト・ディズニー・カンパニーとの契約上、他社の社名などを一切掲示できないことによる。ただし、浦安地区のバスを運行する、東京ベーシティ交通及び京成トランジットバスは、京成電鉄の連結子会社であり、いずれも使用している。多系列会社が、大株主に含まれているため。ただし、リムジンバスにおいては、 他の京成系会社との共同運行便が存在する。京成電鉄の連結子会社であるが、歴史的経緯により、東武鉄道の資本も入っているため、2000年代後半頃まで使用していなかった。ただし、観光バスに京成グループ統一塗装を新旧ともに採用し、2100系以降2400系以前の鉄道車両にも、同級塗装に準じた塗装を採用している。 新塗装になった五線型も、京成電鉄本体の鉄道車両に類似した色を採用している。新京成電鉄の100%子会社であったが、元々路線自体は大成建設系の大成輸送から、船橋グリーンハイツ輸送部門を買い取ったものであるため、新京成がロゴを採用しても当社はしばらく採用していなかった。その後ロゴが付けられたが、当社は2007年10月1日に、 新京成電鉄に吸収合併され、路線は船橋新京成バスが引き継いだ。業界用手で東京4社営業委員会の一角であり、独自の丸見角マークが浸透していたことに加え、1970年代後半から80年代初頭に、かけ京成電鉄が経営危機に陥った際には、ハイヤーの大口顧客に対して、 京成電鉄の持ち株のほとんどが売却されたという歴史的経緯があったため2000年に逆に帝ト側の経営危機器により京成グループへ復帰して以降も車両への掲示は行っていないが公式サイトでは軽生グループロゴとともに私たちは京成グループですと明示されるようになった広告物にも軽生グループロゴが用いられている場合があるなお 千葉県内の形成グループのタクシー各社と、テート含む東京4社の間では、タクシーチケットで、提携関係にある。なお、テート自動車交通の関連会社でもテートに、加盟している、会社以外は、形成グループ扱いではない。また、形成グループ内で新形成電鉄などテートが、出資はしていても、デートグループとはなっていない会社もある。形成グループ中核企業。 京成電鉄のスカイライナー京成グループロゴマークを掲出している駅の標識京成グループ共通塗装の貸切高速バス京成グループのバス事業は千葉県に広く路線を持つ第三セクター K 成グループロゴを用いない企業新京成グループオリエンタルランドグループ小港グループ関鉄グループ千葉交通グループテートグループ舞浜リゾートキャブの タクシー形成百貨店東京ディズニーリゾートを経営するオリエンタルランドは形成グループ企業である。ありがとうございます。